さあということでね、今回体験してもらいましたけども、次はですね、ゲームがあるんですよ。かまえこ、かまえこ、なんすか、なんすかじゃないのよ。これはドリフトキング土屋さんのね、隣に乗れるなんて、そう、これ世界でも何人しかいないぐらいの体験なんですよ。そうなんですよ。確かに、まあそりゃそうか、はい、やっぱファンの方はもうこんなに貴重な体験、羨ましい。当たり前ですよ、みんな軍祭に来たかったはずですよ。そうありました。いいですか、助手席乗らせていただいて。全然 OK ですよ。いや、本当気持ちいいから。本当ですか。本当にいいですか、これで。土屋さん、一応まあえなこちゃんに比べたら少しちょっと強めにいく感じですか。まあちょっとビビらせてやろうかな。いや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 、もうだいぶビビりましたよ。こんな風にビビらせてやろうかなっていう風に言ってもらったセリフの人は僕3人ぐらいしか聞いたことない。そのうちの1人です。いやすごい貴重。そうです。まあ行きます。じゃあちょっとエコさん、ずーっといいな、何がいいなだよ。いいなってみんな思ってますよね、多分。あ、しかもやっぱなんかちょっと違うね、感覚が。違いますよね。シートベルトも違うんですよ、馬の。そうです。え、これだけ？はい、それだけです。え、土屋さん、シートベルトこれだけですか？いや、もっと四方八方からやった方が。土屋さん、これだけで、これだけですか？本当に？いや、マジか。でも、えなこちゃん大丈夫でしたもんね、これでもね。あ、そうですね。了解です。手はどうしたらいいですか？普通でいいですか？いやいや、危ない危ない危ない。ハンドル握ってください。不安だからね、不安だからね、自分で締めないとね。じゃあ、土屋さん、行ってらっしゃいませ。行ってらっしゃい。Oh, my God.
あれカメラさん行きますよ。お母さん、おかえりなさい。カナオさん、行っちゃってます。カナオさん、あれカナオさん、行っちゃってます。生きてますよね。生きてますよ。生きてますよ、エコーさん。よかった。やばい。さっきの車に比べて、はい、景色がすごい見えるのよ。そうですよね。その分すごいリアルがやばいし、やっぱね、ドリフトのすごさ、うん、改めてちょっと感じましたね。このまま木に激突するんじゃないかなっていうギリギリのところを立て直すから、うん、あのね、感情が休まる余裕ないのよ。確かに。ここしのいだと思ったらまた次のカーブあるし、でまた、あ、なんとか行ったと思ったらまた次のカーブでとか、ここ滑るよとか言って、もうやめてくださいよ本当に。早いからね。早い。でまたね、アップダウンもありますね。体こんな跳ね上がるし、うん、いや土屋さん、もうドライビングしがいがあったんじゃないですか。いやね、土屋も喜んでくれたから2人とも。喜んでたんですよ。喜んでた、めっちゃ喜んでた。カナオさん喜んでたんですか。まず感情なく、とにかくとにかくしのげっていう。いやすごさは体感して、うん、入選してちょっと感じました。しっかりとすごいです。いや大成功ですよ、ゆうさん。やばいっす。これをゲームで活かせましょう。そうっすね、ゲームでは味わえない迫力ってのを味わいましたんで、うん、ゲームをより楽しく感じられるかもしれない。そうですね、うん、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。足がフラフラになっちゃう。足がフラフラになっちゃう。スピードだけ置いてたら違うじゃん。そうですね、コーナリング速度、はい、進入速度、うん、なるほど。走ってる時何キロ出てたんですか。今この下りで180くらい。180って、この狭いところだ。いや、止まってるってこんな幸せなんだね。名言。よかった。だからちょっと楽しんでもらいました。今回の特番も有事配信の YouTube チャンネルにて放送予定。放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。チャンネル登録よろしくお願いします。